説明しよう。ミクルビームとは朝比奈ミクルの左目から出るマジで危ない必殺ビームなのだ。一体この後事態はどのような急転直下を迎えるのか。果たしてミクルの運命は。イツキは何のために出てきたのか。SOS 団の辞書に不可能の文字はないのよ。そうよね、キョン。これを衆目にさらすというのか。これは文化祭初日から満員御礼大入り袋よ。入場料取ればよかったわね。これから英検に掛け合ってみようかしら。制作費が返す。今日は文化祭のことは忘れてどっかで寝てよ。ね、キョン。というわけで片鱗その1、髪型が毎日変わる。月、火、水、木、金。曜日が進むごとに髪を結ぶ箇所が増えている。月曜日にリセットされた後は金曜日まで一つずつ。果たして日曜日はどんな頭になっているんだ。見てみたい気もする。片鱗その2。体育の授業は男女別に行われる。着替えは女が奇数クラス、男が偶数クラスに移動してすることになっているのだが、まだ男子が残っているにもかかわらず、俺はセーラー服を脱ぎ出しやがった。はどうやら男子生徒のことはジャガイモくらいにしか思ってないらしい。席替えだそうだ。ゴーフルの缶に入れられたくじを引いた俺は窓際後方2番目というなかなかのポジションを獲得した。さらば春日。フォーエバー。偶然だよな。絶対来なさいよ。来ないと死刑だから。わかったよ。死刑は嫌だからな。それだけじゃないのよ。自己主張。ほら、私より胸でかいのよ。ロリ顔で巨乳。これも萌えの重要要素の一つなのよ。知らん。まあ本当の巨乳。なんか腹立ってきたわ。こんな可愛らしい顔して私より大きいなんて。アホかお前は。でもめっちゃでかいのよ。マジよ。あんたも触ってみる。遠慮しとく。すると何か。お前はこの朝比奈さんが可愛くて小柄で胸が大きかったからという理由なだけでここに連れてきたのか。そうよ。神聖のアホだこいつ。わけだから死の子の言わずに一台よこせ。どういうわけだよ。ダメに決まってるじゃないか。うん、あ、そう。じゃあこっちにも考えがあるわ。なんと。何のつもりだよ。もう一枚。何をするんだ。あんたのセクハラ写真はバッチリ撮らせてもらったわ。この写真を校内にばらまかれたくなかったらとっとと耳揃えてパソコンよこしなさい。そんなバカな。君が無理やりやらせたんじゃないか。僕は無実だ。一体何人があんたの言葉に耳を貸すかしらね。うわっ、ここにいる部員たちが証人だ。そうだ、部長は悪くないぞ。部員全員がこの子を集団でいっしたって言いふらしてやる。これちょうだい。